羽田空港着きました。今からこちらザ・ロイヤルパークホテル東京羽田にチェックインしたいと思います。行ってみましょう。実は明日8時の便で沖縄に戻るので、朝が早いので羽田空港直結のホテルに初めて泊まりたいと思います。着きました、ロイヤルパークホテル。すごい、駅直結、便利そう。到着です。エントランスからすぐこちらの方にゲストルームがあります。今日のお部屋は445のお部屋です。早速ルームツアー行ってみましょう。オープン。お、広いぞ。扉入って左側のこちらの扉開けてみましょう。はい、こちらはお手洗いとバスルームになっています。上の方にねバスタオルがあります。はい、正面に洗面台ですね。あとアメニティと鏡があります。結構ね鏡は大きくて明るいです。はい、ではアメニティ紹介していきたいと思います。ボディタオル、歯ブラシとカミソリとヘアブラシとヘアキャップ、綿棒があります。はい、グラスですね。こちらの方にはフェイスとハンドソープがあります。そしてこれはドライヤーですね。コンセントが一つあります。ティッシュとフェイスタオルもあります。こちらは荷物が入れれたりゴミ箱があります。反対側はバスルームになっています。一応ねちゃんとバスタブがあります。ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーが揃っています。このぐらいね浴槽あれば十分足が伸ばせると思います。そしてこちら側には荷物置きとスリッパが2つあります。上はハンガーラックですね。洋服が結構ハンガーありますよ。4着ずつかけれる。こっちは2つですね、ボトムがかけれるようになっています。姿見があります。出発前にね姿チェックできます。そしてリビングの方はこんな感じです。はい、結構広めのお部屋になっています。しっかりねソファー席とテーブルもあります。嬉しいです。こちらベッドはクイーンサイズになっています。枕元はこんな感じで、入り口や室内と足元等がこちらで調節できます。枕元に目覚まし時計もあります。ベッドからの景色はこんな感じです。正面にテレビがあります。サイズはねそんなに大きくないんですが、十分ね見れるサイズでいいですね。テレビの近くにははい電話がありますね。では館内の案内だったりリモコンになっています。茶色くて見にくいんですけど、こちらには冷蔵庫があります。はい、こんな感じ。ちょっとねさっきジュースを買ってきました。お水は2本あります。隣にはセーフティーボックスがあります。セーフティーボックスの上の棚を開けると、こちらね湯沸かし器とグラスが2つとマグカップですね。グリーン茶とコーヒーもあります。ちょっとねパソコンとかができるような小さめのデスクとチェアがあります。ベッドサイドのテーブルとソファーはこんな感じでね、なんか地球儀みたいなデザインのテーブルがおしゃれです。そしてベッドの足元には空気清浄機があります。
部屋からの景色を見てみましょう。どんなんだ？ちょっとね、反射して見えないかもしれないんですが、駐車場ですね。はい、駐車場になってました。はい、というわけで今日はザ・ロイヤルパークホテルのルームツアーでした。いかがだったでしょうか？初めてね、羽田空港に宿泊するんですが、第3ターミナル直結なのでアクセスが本当に最高なので、これからね、利用回数が増えるんじゃないかなって思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。私の YouTube ではホテル暮らしのことやホテル紹介、また店舗を作ってる様子などもアップしていくので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。